はい、こちらですね、キシンアンさんですね、小金ショッピングセンター。場所の方は札幌市の手に肉の外れの方になりますけど、国道ですね、国道の方向かい側の小樽鳴門屋手に稲穂店さんの向かい側のこのですね、近くのこんななんかちょショッピングプラザになっているんです。で、11時からオープンなんですけども、今日はうどんの肉だがもう出ちゃったと思う。まあいいや、肉だがあったら食べます。はい、ゲットしました。2番札、この札で二八ざるそばまたは二八あつ盛りそばが1300円で食べようになります。他の部分ではできません。まあ値上げしちゃいましたけど、まあこんなもんでしょ、今の時代。このそばが食べ放題ですからね。さて、開店時間までお待ちいたします。豚店長でした。後ほど。キシンアンさんのそばので、こちらの、ね、メニュー表にしっかりいろいろ書いてました。なんかね、そばのうんちくみたいなの書いてあってですね、このお店のこだわりだとか、ここね、二八そばもあるし十割そばもできるんですよ。まあ、今回の食べ放題の方は手打ち二割二八そばの食べ放題になってますけども、それもね、冷たいそばとこの厚盛りそばと両方選べるんですよ。ちなみに一杯1枚ね650円だから、まあ、値上げしたとしても1300円じゃないですか。2枚食べたらちょんちょん、3枚以上からお得という形になってます。でね、あの海苔が苦手な人はね、ざるそばの時に断ればですね、海苔をどけてもくれますしね。すごいなんか冷たいそばだね、ここだわりの店があって、ね、鍋焼きうどんもあるし、いろんなものある、裏メニューもあると。でもちろんそば屋さんだからね、このお酒も楽しめますよと。2枚食べたらそう1300円で同額となってますね。ぜひぜひ。ただしですよ、ただしここのお店1番2番3番でこの札を持ってないとダメなんですよ。この札がないとダメなんで、結局先着3名様ってことですね。よろしくお願いします。運ばれてまいりました、このお蕎麦がね。このキンキンに冷えたね、ほんといい感じのつゆと、このキンキンに冷やしてシャキッと締まったね、この二八そば食べ放題。もうね、このためにね、出張をね、前の日いい感じに入ってたから、朝飯軽くしてこのお店に来るためだけにひたすら午前中というわけじゃないですよ、途中の仕事してきたんですけども、お昼の11時めがけて走ってまいりました。だいたいね、30分前に並ぶといいらしいんですけどね。まずそばはね、何もつけずに食べてみましょうということですね。そうなんです、キンキンに締めた二八そば、このそばつゆもいい感じでしょ。でこれ1枚 150g とかはあると思うんですよね。200はないと思うわね。そばの香りがたまらん、もうガンガン3口4口状態だね。いつもね、小麦粉が7割とか8割のね、そば風のうどんしか食ってないからね、こういう本物のそば食うといいね。もうがっついちゃう。もう4枚、もう3枚ってでもいいけど食べ放題だから、とにかく届いたらすぐにお出した方がいい。あのね、結構丁寧に作ってるおそばだから、そうもうひたすらね、恥も外部も捨てて取った方がいいよ。これでまたわさび乗せるとたまらんよ。あのね、とんでんさんでも夏に土曜日とかね、そば食べ放題やってるんですけれども、ここのはちゃんとマスターが手打ちですからね。手打ちの日発そば、クオリティ高しよ。
でおまけにちゃんとキンキンに冷えてるし、本当ねいい感じ。ぜひぜひですね、魅力のこの3枚の札をゲットしてほしいんですけども、ここね毎日やってます。ですからトンデンさんのように夏企画とか何曜日とかやってなくて、普通の日もやってる、定休日がやってますんで、毎日3名ずつこのね最高の時間が待ってます。でおかわりタイムね、これがくせ者なんですよね。満腹中枢が満たされちゃう、やばしと。さあ来ました、ここねタレもね辛口甘口選べます。でお好みでやってほしいんですけど、ひたすら食うしかね。でもねお腹いっぱいの信号が出てくるんで、さっきの待ってる間にね失敗だね、これ作戦ミスってやつですね。もうね、なるべくこの一本一本大事にしないと。私のね座ってるカウンター目の前がね手打ちコーナーというか、そのマスターがね手打ちそばを打つそば打ちなんちのそのエリアなんだけど、そこで見えるんだが丁寧に仕込んでんだわ、見えるんですよ。そういう仕事を見てこの一本たりとも残したくないの。あとあと箸がもうもったいないけど、手で掴みたいとこだけど動画撮ってからやめとくわ。1枚 150g として6枚食べたら約900とか1キロ近くいくでしょう。どうなんでしょうね、山盛りにしたのを崩していくのがいいのか、1枚ずつ食べてこう制服感というかやったり感がありとかいいのか、微妙なところはございますけれど、まずここで冷たいタイプのざるそばを割ります。で熱盛そば登場です。熱々できますよ、タレも熱々になってます。はい、このタレももうあれね、もったいないタレ、前のも使えるんだけど、あったかいタレで、いい香り。このね本当にこのそばね、そばの代わりに楽しむんだったらね、冷やよりもねこの厚盛り中の盛りそばの熱いタイプより、締めてないやつですね、水で締めてないタイプ、このタイプぜひ食べてみて、もし自宅でやるんでもこのタイプにするとね本当のそばの香りがする。まあねそば粉が2割とか3割で安いそばのね、うどんでは無理だけど、本当にいい香りする。まあだから今あれでもね、立ち食いそばのそば屋さんでもなんか聞くところによると、やっぱりそのね、やっぱこの原材料高だから小麦粉でかさ増ししてるらしいから、そばの香りもしないし、下手したらだしの香りもしないもんね。昔はねそばの香りしたりだしのね香りがしたんだけども、いやまあ時代は時代だからしょうがないんでしょうけどね。まあでも僕ね、蕎麦アレルギーじゃなくてよかった。蕎麦アレルギーだとこのチャレンジできないからね。親に感謝でございます。まあ、9枚もお蕎麦食べるとね確実に1キロ超えてるからお腹に来るんですが、特に天ぷらとか食べてないんですけども、やっぱ来るね。まあでも蕎麦粉8割だから罪悪感はね2割分の小麦だけで済むから、ってことは 200g のかな、 200g のカロリーで済むってことだな。なわけないって。いやいやいや、次回はね冷たい蕎麦から行くんじゃなくて厚盛りから行こう。で最初から5枚、ね、何枚とか制限ないんで言った数くれるんで、最初から5枚くらいいっちゃうでいいよね。本当はねこの店隠しておきたいけど、でも教えちゃう、みんなが知るとね3枚札のゲットできなくなるんだけども、開店の30分くらい前に行けばゲットできるっていうネット情報ですんで、はい、よろしくお願いします。またねこれほらほら打ってるといい感じに、この丁寧な仕事ぶりなんだわ、寡黙のお父さんでね。そうでね、もう12時近くなってきたらやっぱね結構お客さん来るよ、数のお客さん多い。この蕎麦屋も美味しかったしね、
で、そばまんじゅうがあるんですよ。このそばまんじゅうね、サービスで、ね、試食できるんですけども、そば粉とね山芋かな、それでつなぎだけ。あとあんこの方は十勝の小豆使ってるそうです。レジオカで売ってますよ、ぜひお土産にどうぞ。今回もご視聴いただきありがとうございました。お手すきでしたらチャンネル登録並びにコメントなど、大盛りデカ盛り情報ございましたら北海道本州問わずよろしくお願いいたします。それではまた店長でした。失礼いたします。ありがとうございます。